5月16日の18時10分、仕事帰りに、山菜採りに来ました。山菜採り採れる、なんとかね、結構いいのもなってますね。さっき草むら行ったんですけど、そこはなってなかったんですけど、ここはすごいように採れるね。やばいほどなってるよ。枯れ草になるんですよ、去年のがね。こういうのたくさん落ちてるところを、まあ、くまなく探せばなってるわけですよ、こうやってたくさん。こんな感じでね、立派でしょ。で、必ず一つの根からたくさん出るんで、一個見つければ周りを見ればこうやってボキボキと取れるわけですよ。なのでもうほんと短時間でもうやばい方のほどの量を取れるわけなんですよね。3分の1ぐらい取れました。しかも形がすごいね、太くて、全部両型のしか取ってないです。すごいでしょ。2箇所目です。2箇所目は この林の藪の中に潜ってタケノコ取ります。時間約40分。どれだけ取れるんでしょうか。いいか、これが野人クラブだ。こういう過酷なんだよ、野人クラブっていうのは。ただな、こう言って苦労すればおのずといいものは出てくる。ライトつけました。立派立派。あ、ちょっとこれこれこれやばくない？見える？これ。ちょっとでかいか。これだけで、もう一箇所でこんな感じか。見えるか。結構太いよ、立派なタケノコ。はい、タケノコ取ってます。やばいです、たくさん取りまくってます。で、今日これすごい太いんですよ。これやばいでしょ、これ太くて。あとここにもはい、これは一部です。しかも太い、いいタケノコ。